日本東京都千代田区早草町早伏町は東京都千代田区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示実施済みの地域。郵便番号は102-0092。千代田区の西部に位置する。北部は東京 FM 通りに接し、これを境に麹町に接する。東部は内堀通り、桜田堀に接し境に皇居になる。 南部は青山通りに接し、これを境に長田町に接する。西部は半蔵門駅通りに接し、これを境に平川町に接する。早草町は国立劇場と最高裁判所があるところとして知られ、両施設が町域内の主体的な存在となっている。他にビルのほか、少数ながら住宅も見られる。本来、早草町とは、 現在の早草町の北隣にあたる麹町、丁目南側の地域を行った。この旧、早草町は、江戸時代初期は、旗本屋敷で1604年より、明暦の大化で消失するまでの間、日枝神社が存在した。1691年火事落ちとなった後、1697年町屋が起立し、早草町が成立した。一方、 現在の早草町町域は江戸時代を通して武家地であったと言われている。三宅坂の由来となっている田原藩三宅家神屋敷は渡辺火山が生まれ住んだところとしても知られる。1872年に早草町は麹町山、元町一丁目と解消し、南隣の武家地が麹町早草町と呼ばれるようになった。戦前は三宅坂一帯が 陸軍の拠点となっており、早草町にも東京第一英寿病院、教育総幹部、陸軍航空本部などが置かれていた。戦後は最高裁判所が置かれ、日本の司法の中心となった。1973年住居表示を実施して、現在に至る、徳川家康の江戸入府当初、高城屋敷があったことによる、全国各地に見られる高城町と同義である。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内を南北に国立劇場通りが通っている。南東端は三宅坂交差点で、 東交差点で青山通りと内堀通りが合流し、交通の要所となっている。また、東部の内堀通りの部分は坂になっており、三宅坂と呼ばれている。三宅坂の知名度は高く、付近の地理を示すときは知名である早武者町など、言うよりも、三宅坂の方が通りがいいことがある。当地域に、鉄道駅はないが、地下鉄、半蔵門線、 半蔵門駅や長田町駅が利用可能である。ありがとうございます。